着いた。あれ、こんばんは。着いた着いた、よかった。こんばんは。やっほー。今日何日目？今日4周年なの？やばい。4周年なんだ。明日？え、ちょうど？びっくり。ちょうど明日。ね、年末、明日でショールーム始めて4周年。10日間できなかったからね。その分だ。その分ちょっと10日プラスになってるわ。すごいなぁ。もうそんな、もうそんな経つか。ふふよね。
4年か、すごいね、びっくりだ。5年目か。いやー、キリがいいね。キリめっちゃいいな、明日っていうか。最近ね、コンタクトしたらね、目が痛いんだよね。なんだろう、目の圧を感じる。乾燥してんのかな。全然今までそんななかったのに。ね。急に。クリスマスの次の日らへんから。ワンデーから。2ウィークに変えたんですよ。2ウィークが合ってないかもしれない。今日ワンデーだけど。馴染んでないのかな。うん。風邪ひいてるのか。乾燥ありそう。だから結構いい目薬を買った。これいいねと思って、値段見たらびっくりでしたけど、その分なんか効きそうだったから、まあいいかと。うん。
ことね。次買いに行った時に買えようかな、種類。メガネね、最近かけとんのよ。コンタクトが痛かったから。見せません。見せません。残念でした。目の圧がな、乾燥か。やばい、くしゃみ出そう。検査した方がいいか。え、明日31日？びっくり。全然大晦日って感じがしない。だってもう明日過ぎたらもう元日公演してんだよね。全然時間わかんない。明日どうしよっかな。配信そうだにゃ。とか言ってみんな忙しいですよね、大晦日。え？暇？
嘘。だって大掃除とかあるじゃん。大掃除しなきゃ。あ、今日した。大掃除しなきゃ。あれ、テレビ見なきゃ。テレビ、テレビどこもスペシャルでしょ。え、おもろいな。そっか、そんなに私の配信が見たい。私の配信が見たいがためにみんなそんなに暇とか見るものがないとか言って、あ、おもろい。大掃除ももうしましたとか、年越してからしますとか。どうしようかなっていうのは、夜にするのか昼と分けた方がいいのかって思ったんだよね。そう、でも昼間はみんなあれですよね、昼寝とかしますよ。昼寝昼寝するでしょ。じゃあ昼は、あ、分かった、昼はメール送る。そうするか、メール送る時間もね、昼にする。夜ですね、肝心の夜よ。年越し配信はしようと思ってるけど、年越してからそんなにしないかも。そうそうそう、公園があるんで。
そうだね。そうします。何時からどうかな。また言いますね。結構長めにしようかなと思っとるけど、スペシャル配信、スペシャル配信ということで。そう、いや、夜ですよ。夜。まさかコスプレとか。どうでしょうかね。大晦日にコスプレ？一体どんな一体どんなコスプレをする？難しい。いやーでもちょっと忘れてるかも、私そういうの、そういうの忘れ、すぐ忘れるから。すぐ忘れるから。そう、明日のあれ、あれも、あれメールも、ちょっと忘れてたわ。忘れてしまってました。毎月ほんとだんだん忘れてくるんだよね。20日ぐらいの時に思い出すけど、それ以降忘れる。
そう、スースーする飴、超スースーする。これそっか、明日大晦日かなんだ。全然わかんないね。やっぱ実家にいないからかな。確かに飾るものがないな。ね、なんか咳が出るわ。あ、ありがとうございます。感想か。ずっとくしゃみ出そうやし、咳出そうって取るか咳出るし、くしゃみ出そう。
でも熱ないんですよね。咳はあれですね。あれ？もしかして、めっちゃ喉になんかおる。そう。なんかおる。何がいるの？鼻水は未だに運ばれてきております。というわけで、そろそろ終わるか。ありがとう。そう、配信ではうふんうふんって言っとるけど、本当は配信が終わったらえーってしてる。えーってせな、もうどうにもならんぐらいのなんかおるんよ。だけ私は早くえーってしたいから。なんかおるよね。うーん、さすがにそう、その私は見せれません。やばいよ、引いちゃうかもしれない、みんなが。ふふふ、聞くかもいい。今流行りの、今流行りのなんだっけな、あ、そう、カエル化。私カエル化っていう言葉ね、結構嫌いなんよ。結構嫌いなんよね。そんなこと、そんなこと言われてもって思うけど、
違うよ違うよ、カーとは言わんよカーとは言わん。あ、坂本里奈さんありがとうございますそう、かーとは言わんそう、かーぺちくしょーとは言わんただ普通にあーってやるだけ。完熟証明近所におる。面白すぎ。分かんない、私がそういう、なんだろう、なんかそういう、なんだろうね、引いたりとかあんまり人の行動でしないからかな、あんまり理解できない。そう、逆にそういう言葉があること自体なんかやだなぁと。今なんだろうね、学生の中では結構普通なのかな。私はそれが怖いよ、そんな言葉が普通になってるのか。ねえ、めっちゃ怖い。原種は前からそうだね、その現象に名前がなかったってだけだよね。ただそれに名前がついたエモロい。名前はつけちゃいかんのよ。ね、逆に私はそれにちょっとあれかもしれない響か？響かって何？響かってなんだろう。カエルかの逆。え？上がるってこと？もっと何？ゆきりか。あ、何見ても可愛いと思う。ヘビカって言うんだ。
すごいね。響か、なんか言葉からじゃあんまり連想できないです。ね。そうなんだ。すごいね、ヘビか。使うかな、使うのかな、使わなさそうだな。うん。Z 世代使わない。ふんふん。ね。ふふ。絶対使わん。でもさ、なんか心理学でさ、なんかこう自分がなんだろうね、苦手な人ってなんかこう何て言えばいいんだろうね、嫌な匂いをしてるのと同じらしい。うん。そう。なんかそれと一緒らしいよ。心理的に。その嫌な匂いがした時と、その苦手とか嫌いな人がいた時は心理が一緒らしい。うん、同じような感覚らしいよ。同じぐらいのストレスっていうか、そうらしいんよ。うん、ね、そうなんや。だけん自分を避けとる人とか見たら、あ、これかってなる。これのことかってなる。これが心理学か。そうなんや。そりゃそうなるわ。
ね、けんそうかもね、好きな人、そうだね、だったらいい匂いの方なのかなぐらい、こう幸せな気持ちになるんかい。そっちは分からんけどね、脳内そうなのかな、ハッピーな匂い。ねえ、そっちはね分からんけどね。心理学って面白いよね。フェロモンね。次変わったら読むか。よいしょ。そう、心理学好きなんだよ。ちゃんがさ散歩してんじゃん。その時さ、私さ、ほんと 90% くらいさ近づいて来てくれるんよ。あれは何なんだろうね。絶対に近づいて来てくれるん、私めがけて。みんなに、なんかあれは人間みんななんかな。仲間と思ったんか。わかるんかね、そういうのね。さやごろだ、それやめて。さやごろへー、あ、近づきやすいのかな。そうなのか。この前全然珍しくね、私のことを全然気にしてないワンちゃんいたの。結構大きめのワンちゃんで、でも多分盲導犬だった。あの佇まいは盲導犬だ。そう、仕事中っていうか、そう、任務を任務をしてるのか。うん、そんな感じがした。ね、すごいわ、やっぱ違うね、全然。邪魔してないよ邪魔してない。いやー、すごいよ。もう何も動じないって感じがした
ねえ、やっぱね、面構えは違うのよ。面構えは違うよ。一瞬で分かるもん。プロだね。プロはすごい。あ、変わった。ね、大切なお仕事中だからね。では行きます。バリーさん、マイセンさん、コッペさん、キャピーさん、ミツルンさん、セイヤンさん、F 渋谷さん、フジポンさん、オーサムさん、台湾のコウさん、釣りケンさん、ナオヤさん、犬ちゃん、ロックオンさん、餃子パンさん、メガバイトちゃん、ビーツさん、キューさん、リュウさん、ホタテ様、ミッドナイトシュガーさん、ミカニャンさん、ボハツハンカゾウさん、ケンタンさん、ネコのおかずさん、イナッチさん、リョウさん、マナベーさん、ラクラクさん、サトケンさん、トキワさん、ユウキさん、ニナマルさん、ラリルレードさん、ありがとうございます。イエーイ。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。じゃあこの後私はちゃんと咳をします。あとくしゃみもして、鼻水も。バイバイ。よいしょ。